こんばんは、みなさん、こんばんは。こんばんは。ヘニョリンです。イーナ研究所ありがとうございました。皆さん来てくれた方ありがとうございました。そう、エリコバーグの演技のなんかあったんですけど、私はヘニョリン役でした。初日公演おめでとう、ありがとうございます。そう、初日あの見に来てくれた方ありがとうございます。あ、ありがとうございます。え、10、これはなんだ。1のクマのやつ、ありあとパンダありがとうございます。ノンココのファンミのチェキ届、あ、そう、届いてましたよね。よかったです。1タワー、え、これタワーなんですか。タワー1円タワー。ファミがここゲームに超ガチで面白い。そう、本当にあの結構頑張りました。でも差が結構あったじゃないですか、あの風船運ぶやつ。そうだから、あ、もう絶対負けたと思ったんですけど、意外とあののんちゃんがまだ箱に入れるまでだったので、そう、勝てました。嬉しかったです。うん。コッコ桜のフラペチーノ飲んで、あ、美味しいですよ、美味しいですよね、めっちゃ。そう、私もまだ1回しか飲んだことないんですけど、めっちゃ美味しかったです。なんか上に乗っかってるなんかマカロンのなんかマカロンがめっちゃ美味しかったです。あ、そう、みゆかちゃんお友達、ゆきねえ推しのお友達と来ててめっちゃ覚えてます。ここ頑張れ、まだいけるって自然に応援してました。そう、あのファンの方の間を通るじゃないですか、めっちゃ聞こえてきたんですけど、真剣すぎてボールしか見れてなかったんですけど、めっちゃ応援は聞こえてました。頑張れ。そう、ハート、こんばんは、こんばんは。そう、第4回も開けたらでやりたいですね。まだ一回もあの会えたことないというか、来たことない人がもう来てほしいです。ファンミ楽しかった、ありがとう。私も楽しかったです。楽しかった。3日の劇場公演楽しかったよ。私も楽しかったです。ちょっと緊張してすごいいろんなことを間違えてしまったんですけど、でもあの頑張って慣れていってたくさん出たいです。ハート100個ありがとうございます。1年ぐらい会えてない。小浜です。小浜です。初日公演行ってうちは頑張って、えー、嬉しい。みなちゃんありがとう。うちはみんな見えてましたよ。ヨッシーさん、そう、18日も公演です。好きなマリオキャラ、好きなマリオキャラ、でも、なんだろう、キノピオも好きだし、ピーチも好きです。ヨッシーも好きかな。あ、この方はヨッシーっていう名前でした。
会ってみたい。私もぜひ会いたいです。劇場でお隣に座っていた人もここ寝ちゃうしで、目の前来るたびペンがブンブンしてた。嬉しい、ありがとう嬉しい。呼んだ桜の木になろうの、そう制服だったんですけど、めっちゃ可愛かったです。なんかあんまりピンク系でピンクの制服の衣装ってあんま見かけないので、めっちゃ嬉しい、可愛かったです。着れて、オンラインとリアルお話し会たくさん当選して、これから仲良くなる。嬉しい、ありがとう。来てくれるんですね、ありがとうございます。そう、誰の目なんか書いてなかったので分かんなかったです。ファンミ学ラン着ていきました。あ、わかりますよ、福パパさん着てました、ありがとう着てくれて。あ、ツナマヨさん、クマありがとうございます。クマありがとう。そう、リボンは桜だったんですけど、めちゃめちゃ可愛くて小浜さんにハマりそう。ぜひハマってください、カロキおしさんさん、ハマってねコッコこんばんは。劇場公演で好きな衣装何？私は軽蔑していた愛情 の衣装好き。私も好きです、その制服も好きだし、あと君が教えてくれたの、あのしんなんかそうノースリーブの衣装も可愛くて好きです。あとあの7時12分も好き、水色が好きなのでめっちゃ可愛くて好きです。白い服可愛いですよね。公演の緊張はねまだ取れないですね。そう、あの公演は早着替えがあるので、それに対しての緊張もあるし、もうぜあのたそうあのあとあのなんだっけあとなんだっけあの話すのもあるので、そう、それもちょっと緊張します。ココ初日おめでとう、一番可愛い、嬉しい、ありがとう。あ、クッキーありがとうございますこんばんは。前髪は切ってないです。ココちゃんってニックネームです。行くココって言われます。ただいま恋愛中のベレー帽に合っててめっちゃ嬉しい。ベレー帽、そうベレー帽私はかぶってるので、ぜひ見つけてください。あ、そう MC がもう全部緊張します。今日も可愛い、ありがとう。あ、ありがとうございますフォローしました、ありがとう、可愛い、嬉しい。気境でリュック背負ってるのも可愛いそうリュックなんです、背負ってますこんばんは、こんばんは。ファンの完成慣れました。てか、あ、最初はすごいびっくりしたんですけど、そうです、慣れました。こうくんこんばんは、わたさんもこんばんは。あ、ゆきぴちゃん待って、これめっちゃ可愛い、ありがとう。クマタワーですよね、クマタワーですよね、これありがとう、ゆきぴちゃん嬉しい、かわいい、めっちゃピンクのクマ。そっか、もう春に近いからなのかなコッコちゃんまた可愛くなった、嬉しい、嬉しいです耳出すと、そう私あまり耳かきしないんですけど今日はしてみました。こんばんは、まあまあまあさんこんばんは。黄色い笛を吹くコッコに触れました。そう私笛のエピソードがあって、あの笛本当に面白い、あの笛吹いた後さ、あののんちゃんとこう向き合うんですよ一回。その時に初日の時は笛が口からリップとかつけてるから取れなくて、
あの笛を口に挟んだままのんちゃんと見合ったらめっちゃ爆笑されたのと、あと2回目の公演の時はあの笛があんまりいい音が出なくてめっちゃ笑われました。楽しい、あの瞬間が結構楽しいです。コッコって言いやすいのよね。そうもうコッコ以外であんまり呼ばれたことないですね。クマコッコ、こんばんは。クマさんタワーかわいい。前に台湾で見た時よりも歌もダンスも上手になっていて感動してて、嬉しいありがとう。初見です。ガンちゃんさん初見ありがとうございます。あ、ホワイトデーのキャンペーンなんです。確かに3月か、春はまだですね。4月からか。前髪パッツン、うん、これ元々私変わるんです、日によって前髪は。でも結構重くしたいです、また前髪。4月のコンサートも行く、これからたくさんイベント参加したりする。嬉しい、ありがとうみなちゃん、待ってます。そう、笛の後笑ってたんです。遅れたけど初めまして。鎌倉殿様さん、ありがとうございます。初見、それ見てた。やばい、バレて、バレた人にはバレてます。18年出張公演行きたいね。ぜひ当たりますように来てください。同い年です。え、同い年なんですか、ゆりかさん。16歳ですか、嬉しい。そう、メールに写真載せました。毎日お菓子食べること卒業する。ちょっとまだそんなに毎日はでも食べてない時もあるけど、まあそうですね、うん去年、あ、確かに去年呼びの人もいますね。あ、止まった、大丈夫。あ、そう、ソララにたくさん助けられました、お隣なので。ワンダフルラブのコッコの後の何があのコールは気持ちいいね。そうあそこは多分覚えやすいと思います。そうフルバングって何ですか。花粉症なんです。でも最近ね、あんま痒くないの、目も。そう、のんちゃんはもともとココネちゃんなんですよ。そう、もともとココネちゃんって呼んでたので、あの、そう、あ、コッコって呼ばれることあんまないかも。キュキュネかココネちゃんかな。昨日やっとねるねるねるね、そう、私ねるねるねるねのあのコーラ味をね今日買いました。花粉大丈夫です。そう、最近コロロがさ17期の中で流行ってるじゃないですか。そう、コロロ私めっちゃハマっちゃって、そうそう、コンビニで買うんですけど、私の近くの家のコンビニは全然売ってなくて、そう今日はねるねるねるねを買いました。あ、としきさん好き、ありがとうございます。ありがとう、グミ大好きです。そう、グミも好きだし、お菓子は何好きですか。私お菓子はもう全部好きなんですけど、じゃがりこも好きだし、グミ好きだし、なんだっけ、あのジューシーボールも好きだし、あとはなんだ、あとなんだろうも好きです。あと駄菓子も好きです、めっちゃ。ここね、うん、そういいなって、早くコールしたい。ここ推しになったので嬉しい、大好きです。はじめまして、声かわいいですね、嬉しい。カエルさんありがとう。私って声低いんですか、高いんだろう、どっちなんだろう。でも今週は花粉がかなり飛ぶ予報なので気をつけてね。気をつけます。
でも気をつけることない、どうやって気をつけたらいいんでしょうか。花粉ファンミお疲れ様でした、めっちゃ楽しかった、ありがとう、めっちゃ可愛かった、嬉しいコロロのソーダ味美味しいよね、今日も買ってしまった。そう、ぜひみんなも皆さんもハマってください、コロロ。そうだから最近コロロがたくさんみんな買うからないのかなって思ってる。そうないですよね、あんまりボール、あ、卵ボールも好きです、めっちゃマルシェとピュレ組のやつ食べてないんです。でもあったの、見かけたは見かけたんだけど買ってない。キノコの山も好きだけどあんま食べないですね。シャリモニも美味しい、大好きでも私お菓子卒業するって書いてたけど、でもそう花粉マスク、マスクつけててもさ目に来ない、来ない、来るんじゃないですか。だからめっちゃ目も痒くなるんですよね。あ、そうゴロロも売ってるんです。そうゴロロも見かけちゃって、そうゴリゴリブルーベリー味を私は食べました。でもなんか全然コロロじゃなかったです、普通のグミでした、食べたら。そう弾力が増えました。花粉を花粉を持ち込まないようにすることでも、あ、そうなんだ、ココちゃん。あ、そう手紙も見ましたよ、皆さんありがとうございます、めっちゃ嬉しいです。そう手紙も送れるので、ぜひ送ってくださいそう話し会、お話し会参加するよ、ありがとうございます。お話し会来てくれるんですね、タキオンさん。そう胃肌みたいな花粉対策スプレーが効果抜群、そうなんだ、胃肌知ってます。イーケンの幼少期のココ可愛かった、嬉しいそうショートのやつもありまして、あと三つ編みもありました。めっちゃ笑顔き、なんかぎこちなかった、めっちゃ肩が上がってた。地球グミとサッカーボールグミどっちが好きですか。そうどっちもね食べたことあるんですけど、どっちもあんまり好きじゃなかったやっぱなんか海外、ザ海外のグミの味って感じでした。でも好きな人はいると思うけど、私はそうちょっとあんま好まなかったですね。話し会はちゃんと確保した、嬉しい、ありがとうございます。中地さん、そうキャラは私はコギミュンとシナモンが好きです北海道の時はね全然違かったです。北海道の時もでも目は痒かったけど、そんなにはなんか鼻花粉って感じではなかったんですけど、やっぱ環境が変わるとって感じ。なんか東京が結構強そうですよね、花粉とか。こんばんは、ミニミニさん。他所の人間がお話し会に来たら、もう全く嫌じゃないです、嬉しいです。そう昨日シナモン、そう誕生日だったんです。そうサンリオピューロランドも行って写真撮りたいです北海道と東京のお菓子の味は全然一緒ですね。お菓子は全く一緒です。ココネちゃんリアルお話しか行きますね、待ってます。のぎりんさん嬉しい、ありがとう。ロイズ食べたい、北海道ぜひ来てください。こんばんは、ヤシヤシキん、ヨシ
よし、よしかな、よしかな。今日のリップはこれです。これリリミュー、これはね、あのゆきねえにもらいました。嬉しい使ってます。めっちゃかわいい。ポテちゃん財布落としちゃったんですか。大丈夫ですか。それは大丈夫なのかな。最近何見てるの、狼以外。あのね、なんだっけ、名前忘れちゃったんだけど、なんかあのなんだっけ、あの仮面つけた鬼のやつ、鬼の病院で隔離され、病院でさ閉じ込められたやつ、ちょっとわからない、私わからないけど、それ見てます。でも1話からし、そう、その発信された日から見てないので後見してます。財布大丈夫。そう、指原莉乃さんのやつです。かわいい。そう、あ、そう、大病院選挙選手、そう、それ大病院です。めっちゃ面白くないですか。めっちゃ面白い。選挙、そう、選挙です。ぜひ見てください鬼のやつ、私も見てる、面白いですよね。そう、それと狼ちゃん見てます。初日の時につけてたグリッターも、もうではないのやつはシピシピです。これももらったやつなんですけど、ちょっと待ってください、なんか今落ちたけど。そう、これもん、ちょっとこれも、これはソララからもらいました。ありがとう。これです、ピンクベージュ。そう、これは誕生日にもらいました。ありがとう。これを使いましても、今も使ってます。今期はブラッシュライフが一押し。初めて聞きました。調べてみます。そう、鬼のやつ知ってる、ぜひ見てください。私ね、本当に飽き性だから、結構前に1話見たのね、 TVer で。 TVer で1話の見てたけど、途中でやめたんだけど、今日の朝起きた時に見たくなって見たらハマっちゃいましたお話し会申し込もうかなって、ぜひお願いします話しましょう。そうそう、あのお話し会の話を今日はしたいなと思って始めたんですけど、今日はガムテープですそう、お話し会の話をしたいと思ってちょっとメモったんですけど、そう、お話し会の話は何をしようかと思ったんですけど、あのお話し会で、そう、結構17期の方も、17期もさ、結構あのコスプレのなんかスケジュールみたいなの上げてたじゃないですか。だからちょっと私もしてみたいなと思って、そう、いつしようかなってと思うのと、あと何のコスプレをねしようかなって考えたので、ちょっと一緒に考えてくれたら嬉しいですそう、そう、あの5月6日に会うじゃないですか、横浜で。そう、だから5月6日は絶対にしようかなって思ってて、あとの、あとはオンライン、オンラインお話し会は7月8日にします。夏、なんか夏じゃないですか、だから夏の、夏もやりたいと思うので7月8日もやって、あとは、あと7月29日か7月30のどっちかにやります。何がいいんだろう何がいいんでしょう。
でも制服は絶対したいんですよ。だから7月29日か7月30日のどっちかは絶対制服します。あと2つあと2つは何がいいでしょうか。そうあと2つも何がいいんだろうなって思って、制服はもう決定。小鳥？小鳥の洋服、お洋服なんてあるんですか。そうメイドもいいですね。何がいいんだろう。七行くんだけど七もない。七？いつだ七って。七月ってこと。七月メイド多いですね。ナースチキンラーメンな、あやってたよね。ホテちゃんホテちゃんやってた。そうでも結構んそうなんだ。何がいいんだろう。どうしよう。メイド動物、あ動物系もいいですね。クマでもクマやったことあるか。ツインテールチャイナドレス、なんだろう。ゴスロリいいですね。ゴスロリいいですね。猫耳、あ猫耳、猫耳いいわ。家庭教師コスどういうこと。そう、あトムとジェリーのジェリーがいい。いいめっちゃいい。あったら見てみたい。トムとジェリーめっちゃいい。ちょっとメモリマ。あとはメイドが多いかな。メイドだったら猫耳ですよね絶対。あとはなんだあゴスロリもちょっと見てみたい。5月6はします。あとは7月8、オンラインとリアルはあります。やるのは5月6と7月8と7月29か30のどっちかです。シナモン あるんですかね。うさぎいいです。うさぎもいいです。これどうやって決めればいいんだ。自分がトムの立場。札幌テレビ幼稚園児はちょっと着ぐるみかわいいですね。5月うんどうしよう。妄想ガールフレンド、どうしよう。どうしたらいいんだろう。イノシシはちょっと可愛いのイノシシって。なんだろう。そう7月は夏なので、そう夏っぽいやつがいいのです。いいんですけど、なんだろうな。でも今は制服はね、どうしよう。制服ってセーラーとブレザー、でもセーラー可愛くない。可愛いよね絶対。でも7月は絶対に制服やります。塾終わってお疲れ。ゆめちゃん、アリスやったことあるけどいい、良さそう。そうセーラー服はもう決定します。セーラー服はもう決定。セーラー服は決定で、あと2個あるんですけど、2個は何がいいんだろう。でもメイドが多いのかな。メイドが多いのかな。初見です。セーラー服は29か30
にします。メイド服、ゴスロリ、ゴスロリもいいですよね。え、私ゴスロリなんかメイドって結構やってる方多いじゃないですか。別に別にっていうか、そうゴスロリいいですね。ゴスロリ調べ、ゴスロリも決定しますもう勝手に決定していく。7月の対面がいい。じゃあ、え、7月の対面ってでも7月29と30しかないから、じゃあオンラインでセーラー服にしようかな。あ、どうしよう、まあ、でも日にちはどっちでもいいか。7月に、7月のどっちかにゴスロリにします。7月29、30のどっちかの対面の時にゴスロリにします。はいゴスロ天理、あとなんだろう、ウサギ、ゴスコッコ、うさぎもいいですね。オンライン、じゃああとオンラインだけ、オンライン、オンラインは7月8に、7月8になんかします。何がいいんでしょう。うさぎかわいい、逆に大人コッコちゃん、なんだろう、大人コッコちゃんだったらなんだろう、大人パンダ、なんだろう、オンライン参加できないです。なのでオフラインでゴスロリを、あ、そうそう、オフラインでゴスロリします。あ、会うやつ、対面、対面でする、あとはオンライン、7月8日のオンラインでなんかしますパジャマってやばくない？パジャマでお話し会、すごい。なんだろう、ツインテール、そう、でもツインテールはね負けないので、めっちゃスト、普通のストレートになっちゃうんです。ショールームとかではいいけど、パジャマ、え、パジャマパジャマはちょっと恥ずかしいです。なんだろう、でもやっぱウサギとかですかね。ウサギ、ウサギ良さそうです。リアルパジャマはね、じゃあまた今度します。ショールームですよね、パジャマは結構。じゃあウサギさんにしますウサギのコスプレにします。なんかありそうじゃないですか。ウサギに決定します。決定、あとはまとめて終わったらツイッターに載せるので見てください。そう、ツイッターに載せるのでぜひ終わったら見てください。ラビット、ウサギです。こんばんは。また画像作る。嬉しい。そう、画像めっちゃ嬉しいんです。そう、すごい皆さんすごく可愛くて作ってくれるやつめっちゃ嬉しい。ファーストラビットのここ大好きだから、うさぎ楽しみ、嬉しい、楽しみに待っててください。はじめまして、渡辺さん、はじめまして、ありがとうございます。初見、今買いに行ってるですか。ぜひ、でももう8時半なので気をつけていてください。初見です、社長 TTKH さん、ありがとうございます。あ、そう、お話し会の締め切りが今日じゃない、間違えた、そう、今日の4時から始まっていて、3月9日の12時まで
なので最後の受付がね、最後の受付が3月9日の12時までなので、ぜひ気になった方は来てください。そう、3月9日の12時までです。お話し会また追加しちゃった、嬉しい、ありがとう。そう、締め切りは9日です。あ、外には出ます。あ、そっかそっか、ネットか。ぜひ可愛いの買ってください。5月たくさん行く、嬉しい。そう、支払いを忘れないよ。そう、最近なんか支払いに関して結構あってね。そう、ツイッターに URL を載せるので、ぜひ気になった方は、私がこのショールーム終わった後 URL も載せるので、そこから飛んでやってみてください。お披露目から気になっているとかね、嬉しい、お話し会追加します、ありがとう。ひろやさん、嬉しいね、嬉しい。そう、 AKB ショップになったか分かりやすいもん。あ、そうなんだ。そう、厳しくなったのかな、なんかもう来れなくなっちゃうみたいな。そう、話せなくなっちゃうから結構悲しいです。そう、ぜひリアルの時もファンの方やってくれるのが嬉しいですね。そう、え、まゆちゃん盗まれた自転車見つかったんですか。そう、気になってたんです、自転車。よかったです、自分も追加します、嬉しい。そう、かなり厳しいみたい。そうそう、かなり厳しいです、決済が。ちゃんとし、そう、ちゃんと支払えば大丈夫です。そう、ココタイム、ココタイム。現地は全部買った、え、嬉しい、全部買ってくれたの、タツヤッターさん、嬉しい、ありがとう。自転車やら財布やら、確かに。もう財布大丈夫かな、財布って本当に大事、結構やばいよね。お話し会買った、嬉しい、ありがとう、タクエムさん、嬉しい。対面の方、嬉しい、ありがとう、嬉しい。対面はね、本当にね、でもこっちも結構緊張するけど、でも本当に嬉しいんです。だからぜひ来てください。私落としたことないです、財布。自転車もね、乗らない。北海道に行った時は乗ってたけど、東京はあんまり乗らないけど、でも帰りとかはさ、駅まで行くのとかは、あ、これ自転車あったらいいなって思うこともある。話し会でも笑ってくれ、笑います、笑ってくれる。たくさん話します、私、お話し会なので来てください。財布盗まれたこと、大丈夫、どうやって盗まれるんですか。夜道歩くの怖くない。怖い、私本当に人一倍怖がりなんです、夜。だから本当に後ろからちょっと物音が聞こえただけでも本当にすぐ振り返るぐらい夜道は怖い。だからどっちかというと人がたくさんいる方がいい、人がたくさんいてそこで帰るのがいいんだけど、人影が何もないとめっちゃ怖くなって走って帰ったりとかもします。それぐらい夜道怖い。水たまり、半身の時濃い目の小さいぬいぐるみ持ってたんですけど、話し会持ってきて、あ、待って、覚えてますよ、タクエモンさん、嬉しい、覚えてます。来てくれるんですか、また会いに。嬉しいです。カラオケで寝てたら確かに盗まれそう。ココちゃん今日も可愛いです、ありがとう。ゆきちゃんありがとう。
夜道怖いんです。走ってるイメージめっちゃ走ります。私そう音楽聴きながら帰る。電車に乗ってる時は聞くけど、歩いてる時は聞かないかも。歩いてる時聞いてるとさ、ちょっと怖くないですか？なんか周りの音が聞こえなくなって怖いので。そうなので私は怖いのでねるねるねるねを食べます、作ります。見てください、今日はコロロを買いに行ったんですけどなくて、このあのねるねるねるねのコーラ味とオレンジソーダ味を買いました。そうこれファンの方がファンミーティング、オンラインファンミーティングの時にあの持ってて、えこんなのあるのと思って、そうちょっと気になってみたらあったのでこれを食べます、作ります。あと20分なのでまだ作れます。じゃん、こんな感じです、こんな感じです。これ調味粉です。ぜひボディーガードお願いします。用意してました、やるかなやんないかなと思ったけどやります。お水はあります。あ、作ったんだこの間。美味しそう、美味しそうだよね。でも体には悪いからそうあんま食べない方がいいけど、一番の粉をでかいこのトレーに入れます。これですね、一番の粉。入れます。ここねるねタイムです。でこれに水を入れます。そうこういうお菓子はね全部体に悪いので、そうでもこれカルシウム入ってるから身長伸びますよね。そうたまに食べます。ねるねるねるねはでもそんなに、でも一時期ハマってて毎日食べてました。でこれで水を入れて混ぜます。待ってね、これ混ぜて2番の粉、あ、簡単でした。そう、そう1番の粉はこんな感じ、黄緑です。でもこれ、あ、やばいやばい、混ぜます。ご飯もちゃんと食べてますよ。ご飯も食べてます。今日は豆腐ハンバーグ食べました。そう豆腐だったら普通のお肉より太らないじゃないですか、なので豆腐にしました。でも味は全然普通のハンバーグでした。でこんな感じです。これをちゃんと混ぜます。そうえファンの方よりでかい時、でかいっていうかファンの方より高い時もありますよ。豆腐ハンバーグ大好き。こんな感じで、あとは2番の粉。え、なんかさ、なんかいつもと違うけど、え、これはどういうことかな。2番の粉を入れます。だけど今日はなんか魔法の素があります。これなんだろう、意外ですか。じゃあ2番の粉を入れます。今身長なんぼだろう、でも160、でも縮んだからな。そうこれ、あでもちょっとコーラっぽい色じゃない、ピンク。これで作ってます。魔法使いのコスプレかも。え、そんなのあるんですか。でもやってみたいかも。ねるねるねるねです。みんな抜けないでくださいよ、今作ってるので。
クリルスタンド、え、予約したんですか。で、あ、味変だ、これは。あ、これは入れます。これはなんかトッピング、そう、身長、こんばんは、味見かわいい。あ、なんかこれいつもと違う。これさ、このトッピング酸っぱいやつじゃない？ラーメン。え、また水必要だ。ちょっと魔法の素も入れますね。魔法の素入れます。ちょっとさっきもう食べたので。でも一応もうちょっと水がもうちょっと必要なので。あ、やばいやばい、普通にこぼしちゃった。いただきます。で、まだ食べないけど、食入れてみるんです。で、水を入れて、え、何これ。あ、待って、これさ、あの最初コーラ味で、その後オレンジソーダ味になるみたいな感じ。なんか結構こんな風になっちゃったんだけど、大丈夫かなこれ。でも美味しければ大丈夫。え、今なんか私嗅いでましたか。美味しい。え、待って、見てください、溢れちゃった、溢れちゃった、光で見えない、ごめんね。光で見えないならもう多分見えません。そう、うわ、なんかこれちょっと魔法の素、ちょっと無意識です、ごめんなさい。私めっちゃ嗅ぐ癖あるんです、いろいろ。やば、なんか諦めます。では、いただきます。こんな感じです。あ、でも汚い、ごめんなさい、汚くて。でもこれは、これは入れない方が美味しいかも。この魔法の素は魔法だけど入れない方が美味しい。あのコーラ味の方が私好きだから入れない方がいいです。こんな感じです。いただきます。でも美味しいです、美味しい。いつもより汚いけど、そう、魔法の素はない方が美味しい。まあ私はね、そう、なんかそう、ザ・オレンジって感じ。ぜひ皆さんも買ってみてください。探してみて、多分もう売ってると思う、これ。大人の方もぜひ。ショールーム終わったら買いに行くの？行ってみて。これね、そしてツイッターで載せたら見るので。クリームっていうか泡です、美味しい。あ、大人のねるねるねるねも美味しかったよね。全然偏食じゃないですよ私。偏食なのかな。でも偏食ってな、どこからが偏食なんだろう。お菓子ばっか食べるみたいな。
それって粉飾なんですか？ファミの時に買った大人のねるねるねるね、まだ食べてなかったりする？え、食べてください。美味しいです。パンにつけても、パンはねちょっと合わないかも。そう、でも試してみるのもありかも。ファミでおじさんねるねるねるね作るとこめっちゃカオス。でも可愛かったです。嫌いな食べ物は、私油が苦手なんです。でも油って、あのその油が固体になってる油が嫌なんです。あのお肉とかでも、もう最近は大丈夫ようになってきたんですけど、前は本当にあの豚肉とかの横についてる油食べると鳥肌が立って、あの飲み込めなかったりするぐらい苦手だったんですけど、でも最近は大丈夫です。そう、ファミでねるねるねるね作ってるの面白いって言ってめっちゃ嬉しかった。そう、面白かったです。頑張って頑張って、なんか作ってくれて嬉しかった。そう、オンラインのファミです。ノンココの揚げ物もね、あんま食べないです。コロッケとかもお腹空いた時は食べれるんだけど、普段はあんま食べれないかな。そう、唐揚げはでもなぜか好きなんですよ私。唐揚げは普通に好きで食べます。ヨーグルトに混ぜたら美味しいかも。確かにヨーグルトならやんないけど合いそうではある。今日入試でした。ゆうさんお疲れ様です。私のショールームに来てくれたの嬉しい。ステーキも、ステーキはなんか好きなんですね。なんかねやっぱ偏食なんかも。そう、野菜や魚も好きです。でも魚さ、たまにすっごい本当に生臭い魚とかあるじゃないですか。生臭いのは結構苦手なんですよ。アレルギーではない。お話し会追加してきました。ありがとうございます。待ってます。ここメールたくさん送ってくれて嬉しい。そう、今日まだ送ってないから送ります。そう、あの日以来ねるねるねるねにハマりました。そうなんですか。よかった、ハマってくれて。み、話し会どんな話しようか、今からわかる。私もワクワクです。楽しみです。もうここのチェキ届いたよ、ありがとう。あ、キッドさん確かにサイン書くとき名前ありました。キッドさん来てくれた、嬉しい。フライドポテトも好き。マックも食べるけど、食べます。マック食べるけど、私マックだったらなんだろう、ポテトも好きだし、なんだろう、でもあんハンバーガーはあんま食べないかな。そう、後であのお話し会はまとめます。お話し会の、あの今日決めたやつはまとめます。もう57分だ。じゃあちょっと読みたいと思います。あの壇上読みます。じゃあ13位から読みたいと思います。13位もっちーさん、ありがとうございます。
12位厚吉さんありがとうございます。11位中地さんありがとうございます。10位ジュニさんありがとうございます。9位ぶっちゃんさんありがとうございます。8位はなさんありがとうございます。7位としきさんありがとうございます。6位つなまよさんありがとうございます。5位レオさんありがとうございます。4位ケンチさんありがとうございます。3位台湾のごさんありがとうございます。2位福パパさんありがとうございます。1位イキピちゃんありがとうございます。ありがとうみんな来てくれて。そう、あとで終わった後にお話し会のあのコスプレのやつをまとめるので、あの見てください。ツイッターもぜひフォローお願いしますありがとう、ありがとうございます。フォローしてる嬉しい、まだしてない方はぜひ。ありがとう、コメントもお願いします。またね。あ、そう、メールも送ります。何送ろうおやすみ、スクショタイム。ありがとう、ありがとうございました。またね。59分バイバイありがとうございます。ハートグー、うー、ありがとうございます。ちょっとあと1分ですね。ありがとうあ、コンビニ行ってくる。ぜひねるねるねるね買ってみてください。あれば、あ、あとコロロン、コロロも買ってみてください。ありがとうございました。あ、バイバイ。